どうもはい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで、もうすぐ季節も春でございます。ということで今日はスターバックスさんで桜の新商品が出たので買ってきました。桜ブロッサムストロベリーラテー。去年はフラペチーノを飲んだので、今年はまだね、寒いので温かいラテにしてみました。桜ブロッサムフラペチーノとか、他にも桜シフォンとか、タンブラーとかグラスとかもいろいろ売ってたんですけど、今日はこちらを飲んでいきたいと思います。桜、黒もね、すごい可愛い桜のデザインになってます。おー、今ちょっと溶けたんですけど、すごいいい香りがしてきます。上のクリームとチョコレートがほわんほわんに溶けてます。おー、ストロベリッシュ。あー、めちゃめちゃね、いい香りがしますね。ほんのりと桜が香るミルクにストロベリーホイップクリームと花びらのようなチョコレートがたくさん乗っています。いただきましょうか。あー、たまる。スチームミルク、牛乳ですね。スチームミルクにいちごの味がすごい強いです。桜タンブラー、このロゴマグとかタンブラーとかあって、すごい可愛かったんで買ったんで開けてみたいと思います。めっちゃ可愛い。真っ白のマグに中には桜の絵描いてあります。なんかね、ウッドなんちゃらってやつ欲しかったんですけど、ウッドなんちゃらってやつ売り切れてたんですよね。グラスの中はピンク色で、桜の葉っぱがね、デザインしてあります。容量はだいたい200くらい入るみたいです。これもね、ちょっと値段してるんですけど、すごい可愛いんで買っちゃいました。明日ー、ホワイトマカダミアンなんちゃらクッキー。すいません。絶対変な人だよね、他の人から見たらね。シロルチョコ、桜シリエージョ。シリエージョはイタリア語で桜を表します。シロウェイジョ、シリウェイジョ、ヘシロウェイジョ、サウワラウェイ、シロウェイジョ。桜パンナコッタと、桜餅があります。シリウェイジョ。なんか桜って実際に食べたことないんだけど、なんか桜って美味しいですよね。あー、でもなんかすごいミルク感が強いので、牛乳とか苦手な人はちょっとえってなるかもしれないです。うん、ということで、このほんのりとした桜の香りが、ちょっとまだ寒いですけど春の訪れを感じられる美味しいドリンクでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はスターバックスさんから新発売の桜ブロッサム&ストロベリーラテと、なんかいろいろとね、食べてみた動画でした。スタバ今行ってきたんですけど、結構平日なのに混んでました。みんなね、なんかフラペチーノの方をね、すごい飲んでました。なんか寒くなったり暖かくなったり、いろいろなんかしてるんですけど、気になる人はぜひスターバックス行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイスタバー。なんか気分だけめっちゃ春になった感じ。